はじめまして入江くん。私は F 組の相原Kotokoと言います。あなたは私のことを知らないでしょうけど、私は知っています。入学式で挨拶した入江くんの知性とかっこよさに憧れて。何すんだよ！ひどい。手紙見たの？だって俺に書いたんだろ。だからって暗記することないじゃない。一回読んだら覚えるんだから仕方ねえだろ。だからってみんなの前で言うことないでしょ。ねえ、ちょっと待って。どういう意味？Kotokoちゃんってもしかしてお兄ちゃんのことずっと好きだったの？Kotoko、開け！あの子たち、私の同級生です。ちょっと一人で何やってんの？ごめん、キイちゃんがコトコの様子をどうしても知りたいって。あかんの？入江がなんぼ天才や言うたかで男や。見つけたものに変わるか分からへん。見てみ、来て正解や。さっきから聞いとったら好き勝手抜かしやがって。てかお前誰だ？ああ、入江家の皆さん、お初にお目にかかります。私、金ちゃんこと池澤金之助です。コトコのクラスメイトです。ってことはバカだ。あーべ、こら、勇気。コトコと僕はクラスでも評判のホットな関係なんですわ。ちょっと金ちゃん、適当なこと言わないでよ。あら、コトコちゃんってモテるのね。そうなんです。なんか、すいません。せやから、変なちょっかい出さんといてもらえるか。結婚なんかお話にもならへんでなあ、入江くん。そんなことわかんないよ。え？なんや、それどういう意味やねん。人の気持ちなんてわからない。今日は嫌いでも明日は好きになってるかもしれないからね。なんやと。やっぱりお前こどこに気があるんか。さあね。けど彼女はあんたより俺に気があるってことを忘れるなよ。じゃあ俺は2階に行くのでごゆっくり。何？今のどういう意味？これってもしかして期待してもいいってことなのかな。